フランス一部のマルセイユは、パリ・サンジェ・マン、PSG のブラジル代表 FW ネイマールと、衝突したスペイン人 DF アルバロ・ゴンサレスが、死の脅迫、含めた嫌がらせを受けたとして、非難の意思表明した。今シーズンの PSG の試合はダゾーンで、いつでも、子でも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、マル・イユは、現地時間13日に行われたリーグアン第3の試合で PSG に1-0の勝利を収めたが、この試合で終了間際に両チーム合わせて5人の選手が退場となる乱闘騒ぎが発生。アルバロの後頭部を打ったことが VAR で確認されたネイマールもその人だった。ネイマールはアルバロから人種差的な罵倒を受けたと主張している。試合後に SNS でアルバロに向けて激しい言葉で非難するど怒りが収まらない様子を見せた。マルセイは14日に公式声明を出し、アルバロ・ゴンサレは人種差別主義者ではないと選手を擁護。リグの規律委員会による事実関係の調査に全的に協力する姿勢を示した。その上でマルセイユは、ブラジルメディアや SNS で、アルバロ・ゴンレスや彼の親族の個人的な電話番号が拡散されたと非難。その結果として、同選手は、死の、今日も含めた嫌がらせを受け続けたとしている方で、PSG 側は、ネイマールを支持する声明を出し、相手選手から、人種差別的罵倒を受けたと言い、彼の言葉を強く支持するとした上で、こちら、規律委員会の調査に協力すると述べている。